時刻は4時になりました。この時間は気象庁予報と発表の7月21日正午の気象通報をお伝えします。はじめに今日正午の各地の天気です。石垣島、東の風風力4、晴れ、気温1006ヘクトパスカル、気温32度、南部では東北東の風風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、31度、南大東島、東南東の風風力4、曇り、10ヘクトパスカル、31度、名瀬では南南東の風風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度、鹿児島では南東の風風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、30度、福江では東の風風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、27度、伊豆からでは南東の風風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、28度、鷲尻岬では東南東の風風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、28度、室戸岬では南南東の風風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、28度、松山では北西の風風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度、浜田では西南西の風風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、28度、西郷では南南東の風風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度、大阪では西北西の風風力2、曇り、10ヘクトパスカル、31度、潮岬では東南東の風風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、28度、八丈島では南西の風風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度、大島では南西の風風力2、曇り、12ヘクトパスカル、27度、御前崎では南南東の風風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、27度、銚子では北北東の風風力3、曇り、13ヘクトパスカル、23度、前橋では南南西の風風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、26度、小名浜では東北東の風風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、24度、輪島では北の風風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度、相川では西南西の風風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度、仙台では南東の風風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度、宮古では北東の風風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。
トパスカル、28度。函館では南東の風、風力4。晴れ、13ヘクトパスカル、25度。浦河では南東の風、風力3。晴れ、13ヘクトパスカル、21度。根室では南東の風、風力4。曇り、15ヘクトパスカル、17度。稚内では南西の風、風力4。曇り、10ヘクトパスカル、24度。コロナリスクでは南の風、風力3。曇り、08ヘクトパスカル、14度。セベロドニリスクでは南東の風、風力2。晴れ、22ヘクトパスカル、13度。引き続き、今日7月21日、正午の天気をお伝えしています。ハバロフスク、南の風、風力2。にわか雨、995ヘクトパスカル、21度。ルドナヤクリスタル、南南東の風、風力1。霧、07ヘクトパスカル、19度。ウラジオストク、南の風、風力4。霧、07ヘクトパスカル、05ヘクトパスカル、失礼しました、05ヘクトパスカル、22度。ソウル、南西の風、風力2。晴れ、09ヘクトパスカル、30度。ウルルン島、南南西の風、風力3。晴れ、09ヘクトパスカル、27度。釜山では南南西の風、風力3。快晴、10ヘクトパスカル、27度。モッコでは北西の風、風力2。晴れ、10ヘクトパスカル、27度。チェジュ島、北北東の風、風力3。晴れ、11ヘクトパスカル、26度。台北では東の風、風力3。晴れ、05ヘクトパスカル、35度。甲春では北北東の風、風力4。晴れ、05ヘクトパスカル、32度。長春では西北西の風、風力2。にわか雨、999ヘクトパスカル、22度。北京では北北西の風、風力1。曇り、02ヘクトパスカル、30度。来年では南の風、風力2。曇り、04ヘクトパスカル、26度。青島、南南東の風、風力1。曇り、07ヘクトパスカル、25度。上海では南東の風、風力1。晴れ、08ヘクトパスカル、33度。武漢では南南西の風、風力1。晴れ、07ヘクトパスカル、34度。マモイ、北東の風、風力2。晴れ、06ヘクトパスカル、32度。香港では北西の風、風力1。曇り、07ヘクトパスカル、32度。マスコでは東北東の風、風力4。晴れ、03ヘクトパスカル、29度。マニラでは西南西の風、風力2。曇り、03ヘクトパスカル、29度。父島、南の風、風力2。にわか雨、
13ヘクトパスカル、27。南鳥島では東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山では気温7度。次に7月21日正午の船舶の報告をお知らせします。南シナ海の北緯17度、東経119度、北の風、風力3、晴れ、気圧は不明。東シナ海の北緯31度、東経124度、南東の風、風力5、天気不明、気圧09ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経136度、東南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経139度、南南東の風、風力2、晴れ、気圧不明。三陸沖の北緯39度、東経147度、空港風力不明、天気不明、08ヘクトパスカル。三陸沖の北緯40度、東経147度、空港風力不明、天気不明、気圧10ヘクトパスカル。小笠原高校の北緯28度、東経151度、南南東の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。本州の北緯本州東方の北緯35度、東経153度、南の風、風力6、曇り15ヘクトパスカル。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯16度50分、東経126度40分には965ヘクトパスカルの強い台風第10号があって、北北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル、中心から半径130キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の南側440キロ以内と北側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第10号の中心は 70% の確率で12時半後の22日午前0時にはフィリピンの東の北緯18度35分、東経125度30分の中心とする半径90キロの圏内に達する見込みです。また24時間後の22日正午には沖縄の南の北緯20度30分、東経123度55分を中心とする半径140キロ以内、半径140キロの圏内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径280キロの圏内では風速25メートル以上の暴風となる恐れが、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。志摩近海からオホーツク海にかけても北緯46度、東経149度、45度、144度、45度、137度、57度、142度、56度、150度。
メートルから18メートルの南の強い風が吹いています。交通海、日本海北部、日本海中部、東海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリオシャン近海にかけての北緯36度、東経141度、42度、143度、46度、151度、54度、162度、60度、164度、60度、180度、49度、180度、45度、170度、40度、160度、38度、147度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール海中流の北緯50度、東経129度には984ヘクトパスカルの低気圧があって北東へ30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯50度、東経134度を通って北緯49度、東経138度に乗り、寒冷前線が北緯45度、東経127度を通って北緯41度、東経122度に達しています。日本の東の北緯39度、東経147度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって東北東へ20キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯13度、東経144度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって西北西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯42度、東経106度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって東へ20キロで移動しています。日本のはるか東の北緯43度、東経164度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へゆっくり移動しています。北緯30度、東経173度から停滞前線が北緯32度、東経177度を通って北緯34度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1020ヘクトパスカルの高圧線が北緯28度、東経180度、29度、177度、31度、174度、31度、165度、35度、158度、40度、155度、45度、151度、52度、155度、52度、164度、52度、173度、46度、177度、45度、整形176度の各点を通っています。気象通報があります。
早かったですね。ちょっときつかったですね。はい。聞き逃したところが、ちょっといくつかあるなっていう感じで、完璧だ。
以上の確率でこの円の中に入ってくるぜって、わざわざ幅を持たせて、はい、他にやつ何かあったの、多分そんなとこかなと思うんですけど、はい、多分
南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。銚子では、北北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、23度。前橋では、南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。小名浜では、東北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。輪島では、北の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度。相川では、西南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。宮古では、北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。秋田では、西南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。函館では、南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。浦川では、南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、21度。根室では、南東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、17度。稚内では、南西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、24度。コロナリスクでは、南の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、14度。セベロフリニックでは、南南東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、13度。引き続き、今日7月21日、正午の天気をお伝えしています。ハバロフスク、南の風、風力2、にわか雨、995ヘクトパスカル、21度。ルドナヤクリスタル、南南東の風、風力1、霧、07ヘクトパスカル、19度。ウラジオストク、南の風、風力4、霧、07ヘクトパスカル、05ヘクトパスカル、失礼しました、05ヘクトパスカル、22度。ソウル、南西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、30。ウルルン島、南南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、27度。釜山では、南南西の風、風力3、快晴、10ヘクトパスカル、27度。モッコでは、北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。チェジュ島、北北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。台北では、東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、35度。広州では、北北東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、32度。長春では、西北西の風、風力
999ヘクトパスカル、22度。北京では、北北西の風、風力1、曇り、02ヘクトパスカル、30度。大連では、南の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、26度。青島、南南東の風、風力1、曇り、07ヘクトパスカル、25度。上海では、南東の風、風力1、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。武漢では、南南西の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、34度。ハノイ、北東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。香港では、北西の風、風力1、曇り、07ヘクトパスカル、32度。バスコでは、東北東の風、風力4、晴れ、03ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西南西の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、29度。父島、南の風、風力2、にわか雨、13ヘクトパスカル、27度。南砥石島では、東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山では、気温7度。次に、7月21日、正午の船舶の報告をお知らせします。南シナ海の北緯17度、東経119度、北の風、風力3、晴れ、気圧は不明。東シナ海の北緯31度、東経124度、南東の風、風力5、天気不明、気圧09ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経136度、東南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経139度、南南東の風、風力2、晴れ、気圧不明。三陸沖の北緯39度、東経147度、空港風力不明、天気不明、08ヘクトパスカル。三陸沖の北緯40度、東経147度、空港風力不明、天気不明、気圧10ヘクトパスカル。小笠原高校の北緯28度、東経151度、南南東の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。本州の北緯30度、本州東方の北緯35度、東経153度、南の風、風力6、曇り、15ヘクトパスカル。続いて、漁業気象です。フィリピンの4月の北緯16度50分、東経126度40分には、965ヘクトパスカルの強い台風第10号があって、北北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル、中心から半径130キロの圏内では、風速25メートル以上の暴風、
風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第10号の中心は 70% の確率で12時間後の22日午前0時にはフィリピンの東の北緯18度35分、東経125度30分の中心とする半径90キロの円内に達する見込みです。また24時間後の22日正午には沖縄の南の北緯20度30分、東経123度55分を中心とする半径140キロ以内、半径140キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径280キロの圏内では風速25メートル以上の暴風となる恐れが、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。志摩近海から大津海にかけても北緯46度、東経149度、45度、144度、45度、137度、57度、142度、56度、155度、50度、152度、および元の北緯46度、東経149度の各点で囲まれた海域では15メートルから18メートルの南の強い風が吹いています。オホーツク海、日本海北部、日本海中部、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリオ線近海にかけての北緯36度、東経141度、42度、143度、46度、151度、54度、162度、60度、164度、60度、180度、49度、180度、45度、170度、40度、160度、38度、147度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アムール海中流の北緯50度、東経129度には、984ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいる。中心から温暖前線が北緯50度、東経134度を通って、北緯49度、東経138度に乗る。寒冷前線が北緯45度、東経127度を通って、北緯41度、東経122度に達しています。日本の東の北緯39度、東経147度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯13度、東経144度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯42度、東経106度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。日本の遥か東の北緯43度、東経164度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。北緯30度、東経173度から停滞前線が北緯32度、東経177度を通って、北緯34度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1020
20ヘクトパスカルの高圧線が北緯28度、東経180度、29度、177度、31度、174度、31度、165度、35度、158度、40度、155度、45度、151度、52度、155度、52度、164度、52度、173度、46度、177度、45度、整形176度の各点を通っています。気象通報を終わります。天気はボールペンで書いてください。で、等圧線は鉛筆でいい。で、なんでかというと、各種の天気はボールペンで書いておかないと後で等圧線書き直したりするし、で、スピードで切りちゃうと悲しいので。等圧線は巻き縮を使って書き直していいんですけど、その時に各地の電気が消えないようにどうThank you.
気圧、高気圧、台風も聞いてください。難しいかな。
Thank you.
Thank you.
はい、ちょっとね、今日はね、難しいので、はい、数字だけをかけてると、多分きついと思うんですよ。なので、正直言って、この辺ごちゃごちゃしてるから、10人書いたら10通りあるかもしれないですけど、大体のところを押さえてほしいんですけど、いいですか？はい。はい。ありがとうございます。じゃあね、まずね、高いところはどこなのかって話です。山と谷がどこにあるのかって話です。で、前回みたいな、割と簡単なパターンですね、東西に山があって、前回やったのは、ここが高くて、ここが低くて、ここが高いと大体こんな感じだよって分けたんですけど、今日はあんまりそんな単純じゃなくてですね、高いのはまずここです、こっちにもいますけど、一番てっぺんに。で、めちゃめちゃ低いのここですね。これ分かる？めちゃめちゃ低いの。でも、めちゃめちゃ低いのもう一個になって、こことここが低いんです。大きく書くと、どういう感じかっていうとですね、こうなんですね。ここが低いよ。で、ここは大体高いよって言ってるわけです。いや、でもここに低気圧があるじゃないか。ここでちょっとややこしくなるんですけど、これちょっと置いていきましょう。置いておくと、大体こういう山があるよねって話です。で、こいつ低いよね。で、まずですね、こいつから片付けましょう。こいつから。これはっきりしてるんです。低い。で、これ何本いるかはちょっと考えてください。ここが線だとして、一応、中心気圧900何度っていうところまでしっかり下がってます。で、これもそうです、984度。まあ、線は大体この辺通るでしょうって決まるんですよ。わかりますね。で、前線書いた。で、まあ、大体こんなもんかなっていうところまで来ると思う。104まで来ると思うんですけど、で、こっちに一番でかい山があって、こいつに登っていきたいんですけど、こいつに登っていきたいんです。登れたからこうですね。
高いところはどこなのって話。斜面のどっちに向かってるのって。めっちゃ濃くなってきた。
巻き合うのは難しいです、人は本当に。これを運がいいと思うと悪いと思うと分かんないです。俺はこれで生きた人はもうどこに行けようかな。1年で今日は多分一番難しいです。正直これをクリアできるってことは全部クリアできる。たった1回やったっていうだけの経験かもしれないですけど、その価値が高い低いかです。さあ、大体。